はい。なんかさ、美容院予約取れないかもって言ってたけど、普通になんか予定大丈夫そうだったから取っちゃった。だから、あ、そう、7月6日ですね。最初は7月6日なんですけど、今、予約開始してるのが7月の13日になってます。1部と4部の古刹が空いてるので、もしよかったら撮ってください。待ってます。13日もだけど、6日は特に、色落ちとかしてない状態なので。だって6日って今日3日でしょ？あさってぐらいの話。もうあさってなんだ。だからすごい綺麗な髪色の状態が見えるのは6日でも、6日ちょっと今完売してるのでありがとうございます。取れないんですけど、キャンセルが出ない限りね。13日はまあでもそこまでめっちゃ色落ちしてるとかではないと思うんですけど、新しい髪色も見れると思うので、生でね、ぜひ来てください。やっぱソールドアウトさせたいので来てくれると嬉しいです。6日来る人も久しぶりの人も来てくれると嬉しいなって思います。13日の服ほとんど決まってるよ。地雷系も着ようかなって思いつつあるけど、あんま好きじゃないのかな、みんな。っていう感じですかね。迷ってる。ハートありがとう。そうですね。普通にワンピースみたいなのを用意しようかな。まあ、きれいめな、清楚系な服を用意してるんですけど、地雷系ではないのかな、あれは。量産系なのかな。まあ、半々ぐらい、その間ぐらいの服あるので、それ着ようかなとか思ったりしてます。なんか可愛い黒のロングスカートが手に入ったので、結構前なんですけど、それ手に入ったの、それ履こうかなとか思ったりして。なんか黒のロングスカートだから、あれです、いわゆるマーメイドスカートってやつだから、何でも上合うからさ、どれにしようかなって悩み中って感じ。って感じですかね、撮影会については。そう、あ、でも一つ言ってくと、6日どうなるか分かんないんですけど、6日とか、まあ、今後の撮影会もなんですけど、ヘアメイクさんがいない可能性があるので、その時はストレートヘアになります。2つ結びとかはできるんですけど、
洋服によっては多分ストレートヘアの可能性が高いかな。マーメイドスカートってタイトなやつ、そうピタってしてるやつ。うん、そう黒ならね何でも合わせられるからね。てな感じやな。言うべきことは言ったはず。そう今予約中なので、予約開始中なのでよろしくお願いします。やっぱ毎回さ人を集められないとやっぱりあるものがあると思うのでいろいろね。はい、証明写真見た？ X の証明写真すぎるってどういうこと？そりゃそうよ、証明写真だもん。あれ普通に外カメで撮ったの、あの証明写真を。だから画質がさちょっと悪い。でも ALT で謝ったから、画質悪くてごめんって。自撮りじゃないよあれ、自撮りじゃない、あのそういうことじゃなくて、証明写真、出てきた証明写真を iPhone で撮ったから画質が悪いよってこと。今あるらしいよね、自撮りとかを証明写真にできるやつ。普通に機械で撮ったよ、機械で撮った写真のやつを iPhone で撮ったよってこと。そうだからさ、アップにして撮ったからさ画質がね、そんなに良くない。かわいい？そうやっぱ証明写真ほど現実を突きつけられるものってないと思うので、一回ちょっと撮ってみたいなっていうのも昔から思ってたのでね。データでもらえるのもある。そうでもなんかねプラス600円とかだった気がする。だからちょっとなんかあとアプリをダウンロードしなきゃいけなくて、なんかそれめんどくさいなと思ってやめちゃった。で暑いしさ外ね、今暑いもんね。なんかあの暑い中でさ、なんかあんな個室っていうかカーテン閉め切って照明写真撮って、暑いの耐えられないから、私暑いの苦手だから、もうアプリダウンロードなんてできないよと思って、でも600円もするしなと思ってやめちゃったよ。データ欲しかったけどね、楽だし。なんだかんださそういう証明写真ってあると、なんかあるところとかで使えたりとかするじゃないですか、必要な時とかに。そうでもすごいよね、今の証明写真って背景選べちゃうんだね。なんか選べるって、そんなプリクラみたいなさくらんぼ柄とかいちご柄とか選べないですけど、そう青色とか水色、青色水色同じやないかい、あの青とかピンクとか、そうでもグラデーションの青とかグラデーションのピンクとか選べるんですよ、機械によるかも。そうやっぱ iPhone の自撮りとかカメラってレンズによって歪んだりとかするじゃないですか、顔がなんかあるらしいんですよ。それ X で見たから嘘かもしれないんですけど、なんかiPhone の内カメ、こうやって普通に自撮りでさノーマルカメラで撮っても歪んだりとか
だからわなんか顔が大きく見えたりとか、まあ逆で顔が小さく見えたりとかあるじゃないですか。だから証明写真ってそれで言うと今の顔の状態がわかるのかなって思ってっていうね。いうのは思いましたね、撮りながらすごい考えてた。でもなんか私って結構これちょっと自慢、まあ自慢っちゃ自慢なんですけど、色が白い方なので肌の色が、なんかでも色白にしたいんですよ女の子は、多分大抵の子は。まあ美白みたいな効果あるじゃないですか、証明写真の機械とかでも。あれで美白プラス1っていうのにしたらなんか結構白飛びしちゃってなんか見たらわかるかもしれないけど、そう、まあそんなやばいってほどじゃないからよかったけど、まあ、洋服がさ白かったのも悪かったね。白着ちゃダメだね、マウントです。口角は周辺が歪む、うーん、周辺、そうねって感じかしら。うん、なんか話そうと思ったことあったんだけど、あ、ねねさん何したんって、ねちょっとあれは悪いね、ほんと笑っちゃった、めっちゃ電車でさあれですよ、別に誰かの悪口を言ってたとかじゃなくて、ねねさんがね、あの笑った、ほんと今も思い出しちゃうんだけど、なんかこういうのって言っていいか分かんないからさ、個人的なあれだから、だからでも言えるのはあれですよ、誰かの悪口だったり誹謗中傷だったりを言って私が笑ってるとかでもないし、言ってたわけでもないですよ。ガングロ流行った時期あったけど、あれって何だったのかな。でもボディービルダーの方とかってわざと黒くしてさ、あの筋肉のカット見せるみたいなのあるから、そういうこと、まあ、違うか、まあ流行りってあるじゃない、色白の流行りが終わるかもしれないし。でねねさんと DM でやり取りしたんですけど、インスタのね、初めて文章を送る人が送る文章みたいなの送るねって言われてだからさ、ぎこちないの送っちゃってさ、なんか応援してますわらってきたわらは漢字の方じゃなくてニコのマークの方、絵文字の方ね。でそれになんて返そうかなと思って、なんか気持ちが溢れてしまって好きですって返したら、あのハートマークが来ました。でそれは両思いということなので、結婚します。私勘違いするからすぐね、そういうの良くないからすぐ、だってさ私勘違いするってわかるじゃん、あの一緒に活動してたんだから。なのにハートマーク送るってことは結婚ってことだよね。ね、そういうことじゃん。困っちゃうな、ごめんみんな、結婚するね。
姉ちゃん困ってない、おめでとう、ありがとう、みんな呼ぶね。あでもごめん、みんな呼んだら入りきらないからさ、式場ズームでいい、ズーム新しいよね、それもズームにするわ、ズームでするので、みんなの分はそういうことや、よろしくお願いします。姉さんこのショールーム見てないかなって見てるわけないじゃん、やめてよ。 YouTube 配信、あ限定、あのチャンネル作ってさ、あれか、あの限定配信みたいなことか。あご祝儀ね、あのそれは皆さんね、あのあれで確かに YouTube の画質いいのかな、 Zoom より。あスパチャ投げる、あーなるほど、あなるほどね、ご祝儀がスパチャだよっていうことか。ショールームはね結構画質がねガビガビになってしまう可能性があるので、まあ考えます、検討します、場所とかによってはねってこと。でも今ふと思ったんだけどさ、私さあの生写真のさ、あのスピーチせんでいい、あスピーチ誰にしようかな、リナかな、リナ栗山さんかな。私生写真でさウェディングドレスみたいなの着たことあるからさ、え言うじゃないですか、ウェディングドレスをさ本当に結婚する前に着ると婚期が逃すとか伸びるとか。えだからさ、私本当にねねさんと結婚しないとさダメだよこれっていう理由があるんで、多分ねねさんも来たでしょ、お互いさね、伸びちゃうから婚期がっていうさ理由あるから、ちゃんとした理由も、栗山さん怒りそうまあまあ怒りながらやってくれるよきっと。うんね、説得力あるでしょ、栗山さんはケーキ係、あー確かにね、どっちも大変か、ほなそっか、ほなそっか、ねねさんに DM できたのねって どういうことブロックされてるってことですかえ相互フォローでないブロックされてるいうことかどっちがウェディングドレス着るのって、どっちも着ればいいじゃん、2人とも着ればいいし、二人ともなんかスーツみたいなの着たかったらさ、あのお色直しでスーツ着れば現実的になる話うん、好きにすりゃいいんよ、どっちが着てもいいし。うん、あブーケね、確かにブーケトスってやつか、あれむずそうだよね、お花さポーンって抜けないのかな、あれ、まあ抜けないのか、うまい具合になってんのか、みんなキャッチしたいよね。じゃあブーケトスの時だけみんな呼ぶわ、あとあの30分後にしますみたいな。だから花束になってるからさ、こうポーンってなんか1本抜けちゃったりとかしないのかなと思った。
も私誰の結婚式もさ参加したことないからさ、ないよね。自我がない時にあったのかな。でもない気がする。見たことない。道端で見かけたことはありますよ。たまにウェディングフォトとかさあるじゃん、あれは見かけたことあるけど、結婚式ってものは参加したことないし、見たことは見かけたのはあるのかな、チラ見ぐらい。でも道端言い方が良くないですね。メンバー全員呼ばなきゃいけないからめちゃくちゃでかい会場いるね。確かに。じゃあ劇場でええやんって。でって言い方は良くないか。劇場がいいね。思い出や。だから今すごい悩んでることあって、このあと運動するかめちゃくちゃ迷っててさ、私今日何歩歩いたんだろう。歩数で決める女。ちょっと反応がね遅くてね、これ反映が。あ、待って、これなのかな。いや、待って、歩数ん？あ、7134歩歩いてます。でも昨日8000歩歩いてる。体力に余裕あるならすれば。でもさ筋肉痛なんだよね今、全身。でもさ昨日もさ頑張ってやったのにさ、なんか今日やんなかったら負けた気がする、なんか自分に。ちょっとやろうかな。でも眠いんだよな、ちっと眠い。眠いなり痛めるかも。まあそりゃあるね。でも眠いのは食後だからです。だから全然さ時間空けばは覚めるんだけど、目は。でも明日美容院遅刻してもうたらさ、もうキャーってなるからさドタキャンよーってなっちゃうから、それが怖くて。そんな朝早くからじゃないんですけどね、午前じゃないし、そもそも。まあ、でも場所そんな近くないからって考えると、まあ別に私なんか毎朝6時に起きてるんですけどね、7時ぐらいか、6時7時ぐらいに起きてる。1万歩までなかなか行かない。だから私多分こう携帯をさ持って歩いてるから、反映されない分あると思う。ちょっと美容師さんの真似入ってたそう、あのね結構オカマの方なのかなっていう感じのね美容師さんなの。そう、すごい自信を持たせてくれる、その人に会うと。なんかハッピーになれる、 なんだろう元気をもらえる人っているじゃないですか。それこそアイドルみたいなさ、まあ なんだろうでもアイドルじゃなくてもいるじゃない、そういう方って。おね、そう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 です。ごめんなさい言い方が悪かった。そうです。で元気をねくれますね、すごく。なんか落ち着くって感じ、実家みたいな安心感そう、でもさちょっと思うことがあって、これ私全美容室に言えると思うんですけど、いや私が多分悪いんですけど、90ぐらい、あの100のうち90ぐらい私が悪いんですけど、あの美容室のさロッカー、荷物入れるロッカーって異様に小さくない？全然入んないんですけど、あれ荷物もうパンパンやで、あのロッカーが。
雪崩起きるて。だからさ、押し込んでさ、あの、入りますかって言われるもん、いつも。大丈夫ですって言って。押し込んだらロッカーも壊れてまうと思ってさ、なんかそう、持ち物系で言うとカバン壊れちゃったの、キヤーって感じ。ほんともうさっき叫んだね、あの迷惑にならない程度に。うん、なんかどう壊れたっていうと、持ち手がちょっと破れかけてんの。ロッカーない？あ、床屋はないか。なるほど。そう、カバンさちぎれかけちゃってさ、愛用してんのにさ、まあ、でもまだギリ使えるって言ってさ、これビリとか言ったらさ、ね、でも1年経ってないよ。何分だ今、27分。かわいい猫ちゃんがもたれかかってきてる私に。かわいいね。じゃあ、じゃあ運動しようかな。運動するならさ、まあ仕方ないな。うーん、やりたくないな、筋肉痛だし。あ、でもまあまあまあ仕方ないっしょ。あ、やりますわ。じゃあ運動、じゃあ35分に男女見ます。ちょっと切れてるやん。いや、めんどくさいよこの時間から。まあでもなんかさ、人間ってさ、なんかあるらしくて、そういうの、そういうのっていうのは、なんか1分だかを、あの運動とかさ、勉強とか始めてみると、運動しながら配信続けないよ、やろうと思う意志が 出始めるらしいですね。だからさ、それを期待して、はい、未来の私に期待します。うん、ということで、ここで CM を挟むと、7月13日の、撮影会、小撮、一部四部、どちらも小撮なんですけど空いてます。お待ちしてます。よろしくお願いします。予約開始してるよ。お話だけでもいいし、写真撮りに来るのも全然 OK だし、カメラのレンタルもあります。待ってるよ。ていうかさ、なんかプロテインの容器が硬すぎてさ、こじ開けようとしたらさ、まあこじ開けたんですけど、血豆できちゃってさ、なんかほくろみたいになっちゃって、そう、親指
若干紫だもん他の指に比べると。全然大丈夫なんだけど、爪剥がれなかったよ全然大丈夫。そう、血まめ久しぶりにできましたね。小学生ぶりぐらい。なんか小学生の時にコーンポタージュの缶開けようと思って、あれ硬いじゃないですか結構、まあ、小学生だしね、非力だから、血まめできたんですよっていうだけの話。でもぶっちゃけそこまで痛くないね。最初できた時はさ、血まめ結構爪全体紫だったんだけど、もう1日ってか半日経ったらなんか普通に戻ってたし。まあ、あと皆さんあれですよ、明日治癒力高、まあ若いからね美容院行くからさ、美容院の写真多分何事もなければあげると思うので、皆さん見てくださいね、拡散してね。で、猫ちゃんも行ってるから、めっちゃ泣く。美容師さんとツーショット別に向こうは OK だと思うけど でもすごくね。あ、でもそれツーショット関連の話で言うと、私さ前出かけた時にさ、今田美桜さんにすごい似てる方を見てさ、ニコってされてさ、好きなのかなって思っちゃったね。ちょろいから。みんな好きになるやん。まあね、人類みんな大好き。そういえば証明写真可愛かったねありがとう、拡散してね、コメントもして。あれ結構勇気いるんだから、無加工の写真載せるってさ。だって何度消そうか迷ったことかって、載せようか迷ったことかって感じね。猫ちゃんいびきかいてる、ほら。黙ると聞こえる。これ猫ちゃんですからね。うん、がって言ってよ。痙攣してる。かわいい。なんか猫の好きなさ仕草があってさ、なんか猫が こうじゃないですか、肉球ってなんかたまにこうパーってやる時あるじゃない、あれ大好きって話。ということで35分なので読みます。誕生ハートありがとう。それじゃあ13位の人から、13位は赤いグリフォンさん、12位翔さん、11位小雪さん、10位奥行きさん、9位コデナンニコータさん、8位フルキャパさん、7位三浦さん、6位ユータさん、5位チーさん、4位リュウジさん、3位シロクマさん、2位タカちゃん、カモノエさん、1位はタカユキでした。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
おめでとうございます。ということで、7月13日の撮影会、一部4部小撮ですね、どっちも、まだ空いてるのでソールドアウトしたいので、もしよければ来てください。お待ちしてます。 X のリンクからも、インスタの、あれかな、インストーリーからも飛べるかなと思います。よろしくお願いします。それじゃあおやすみ。じゃあねー。